当時非常に、注目を浴びましたね。ノンストップコンピューターって、止まらないコンピューターっていうコンピューターがあるんですけれども、そのコンピューターを使ったシステムインテグレーションビジネスということでうちの会社が設立されているんですよね。もともとデジタルコンピューターっていう会社があって、今でいうホールディング方式でですね、事業会社ごとにこう会社を設立するということ で私の会社はそういうノンストップコンピューターを使ったビジネスのシステムインテグレーションを行うということで会社が実は設立されているわけですね。で、システムインテグレーションビジネスですから、ハードウェアとそれとソフトウェアと一体にしてお客様に、システムとして納めると。でそこの時にただそのソフトウェア開発だけでは競合他社との差別化にならないんで、ソフトウェアの、あるいはシステムインテグレーションの差別化ということで、パッケージをその当時から作ってたんですね。今でもそういうそのノンストップコンピューターと言われるのは国内でも多数動いてるんですけれども、一番使われているのが CD ATM のコントロールであるとか、あるいはクレジットカードの決済のシステムであるとか、あるいはコンビニなんかでやられている、24時間のシステムであるとか、そういうのが現代に十分使われてますけども、そういう意味でそのハードウェアは止まらないけどもソフトウェアは止まっちゃいけませんよね。そういう意味でソフトウェアもノンストップの作り方をして、ハードウェアも止まらない、ソフトウェアも止まらないということでシステムインテグレーションビジネスをしてたわけですね。そういう意味で、我々がこの業界に、今のオープン系ですね進出した時も他社さんのソフトウェアは、当然止まるし、止まったらシステムをリローディング、再起動するような作り方だったんですけども、我々のソフトウェアはこのオープン系に進出した時でもですね、そういうそのノンストップコンピューターで実装していた止まらないソフトウェアっていう、非常にカッチしたソフトウェアを作ってましたんで、そのノウハウをそのまま持ち込んできたんですね。そういう意味で他社とその比べた場合にはその辺は非常に優れてたわけ、当時からですね。それが現在の一つの我々に対する非常に大きな信頼感に結びついている、スタートにようになっていると思うんですね。じゃあその次にどういうビジネスを展開するのかということで、ちょうどそのユニックスという OS がビジネスでも使われ始めた時にちょうど重なるんですけれどもね。でそういうそのノンストップソフトウェア、ノンストップコンピューターで培ってたノウハウをユニックスというオープン系に向かって、展開してですね、システムインテグレーションビジネスからパッケージビジネスへ、事業の大きく事業転身、転換したっていうのが現在の、もう一つのスタートになってるってことなんですね。